イカロニクテリスは、新生代、赤新生末から、死神予前期にかけて生息した基地では、最古のコウモリの一つ。哺乳口から、コウモリ木に属する、絶滅属。属名は、ギリシャ神話のイカロスにちなむ。また、首相業インデックスは、第2子に爪を持つことから、東道長約10センチメートル。葉の数が38本と原生種よりも多く。 食虫類に似た薄羽を持つ。また、翼を動かす筋肉の付着点となる胸骨はあまり発達しておらず、皮膜も尾に届いていない。翼会長と翼の幅の比などからも、原生の小型コウモリよりも飛行能力は劣っていたと推定される。また、主将名の由来となった前足の第二子は長い、鍵爪を残しており、尾も長かった。以上の点で、原生群とは異なるが、 それ以外の部分の形態は、原生のものとは大きな差はない。頭骨の形態からエコロケーションを行っていた可能性もある。上記のように、イカロニクテリスは、すでに飛翔とエコロケーション能力を兼ね備えるなど、コウモリとして特殊化しすぎており、その祖先を推察することができなかった。しかし2003年、同時代に生息したより、祖先的なコウモリ、 オニコニクテリスが発見されている。植生は、化石化死体の残存物や葉の形態などから、昆虫食であったと推定される。おそらくは、原生種と同じく洞窟などで暮らし、夕刻や夜間に昆虫などを捕らえていたと思われる。北アメリカ大陸アメリカ合衆国ワイオミング州のグリーンリバールイソー及びヨーロッパから化石が出土。ありがとうございます。